今のビッグフラッグに掲げられていた通り、まあ、金字塔ですね、 J2 で500試合出場を達成しました水戸のキーパー本間浩二選手です。でこの後その500試合出場記録を達成を記念しまして、この後セレモニーが行われる予定になっています。しかし島田さん、500という数字はすごいですね。そうですね、またそれも全てこの水戸ホーリーホックでの、ね、出場というところがまた凄さを、ね、物語っていますよね、はい、前々節のゲームで J2 史上最多の500試合これを達成しました。この後もまだまだこの数字は伸びていくことが予想されます。J2 から J1 昇格の仕組みというのは、まあ、近年さまざまルールが変わっていますし、まあ、水戸もすぐにその成績を満たしたからといってこの J1 に上がれるという保証は現在のところはないわけです。この本間が、まあ、しっかりとこのマウスを守っている間になんとか J1 に上がりたいというのも一つクラブあるいは選手関係者のモチベーションの一つとして多くなるということも聞いています。そうですね、この本間選手が、ね、J1 でプレーする姿っていうのは、ね、見たいですよね。そうですね、